はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、まあ普段弊社ですね、量子コンピューター向けの開発ツールを提供してるんですけど、その量子コンピューターのニュースを見るときに、大体ですね、量子コンピューターの本物を使ってるのか、シミュレーターなのか、あと量子着想といって、量子コンピューターはアイディアとして、まあ普通のコンピューターで計算するっていうタイプのものもあります。で、大体ですね、最近の企業の要望として当たり前なんですけど、量子コンピューターがものすごい早いってニュースが出てるんで、やっぱ本物の量子コンピューター使いたいよねっていう要望が非常に多いです。それはまあ、別に困った話じゃなくて、当たり前の話なんですけど、やっぱこの業界ですね、どうしても量子コンピューターを使うっていう話っていうと、本物を使うって機会ってなかなかないんですよ、実は。なので、そのなかなか手に入りづらい本物っていうのは、なんで手に入りづらいかっていうと、まずですね、利用料が高い。めちゃくちゃ高いです。あともう一つはですね、契約が必要。あとは三つ目はですね、どれ選んでいいかわかんない。四つ目はですね、それをそもそもそれが本物かどうかわかんないと。で、まあ事実誤認ですね。で、結構最近ですね、あるマシンを使ったんですって、量子コンピューターやってすごい計算よくできたんですよっていう相談をもらったんですけど、まあよくよくこう聞いてみると、まあそれそもそも量子コンピューターじゃなかったと。ので、そうなんですかみたいになっちゃうんですね。あと、契約関連も結構めんどくさいですし、あとはですね、結構多いのが、ちょっと使ってみたんだけど、ちょっとプログラム失敗して、金額がとんでもないことになっちゃったっていう相談はですね、最近よく聞きます。で、それはですね、とんでもないことになっちゃったっていう単位が、数千円とか数万円ぐらいだといいんですけど、まあ結構ですね、やると、まあ数十万円平気でいっちゃう。なので、まあ、数万円ぐらいでとどまればいいと思うんですけど、まあ、気をつけないと、まあ、量子コンピューターですね。まあ、ものすごい金額膨れちゃうわけですね。で、あとは本格的な計算、事業も、なんかこう、予算、これあれかなと思ったのに、やってみたら全然予算足りないとかっていうことで、まあ、見通しがですね、悪くなっちゃう。そうすると、まあ、事業計画回収っていうことで、いくらかけていくら回収っていうのは、まあ、その計画が立たなくなっちゃうっていうことが、まあ、往々にしてあります。で、今回ですね、まあ、その、うちの会社もですね、7年ぐらいずっと量子コンピューターやってるんで、まあ、そのあたりは結構慣れていて、まあ、どうすれば量子コンピューターで失敗しなくても大丈夫かっていうところを、まあ、含めてですね、そういった、まあ、企業は持ってるリスクっていうところを、まあ、自分の会社ですね、まあ、引き受けて、まあ、量子コンピューターですね、まあ、楽しく正しくですね、損なく使っていただきたいということで、まあ、提供を始めました。で、今回ですね、特に、1万クレジットといって、1万回計算できる。クレジットを、まあ、クーポンで配布してるって動画を前回出したんですけど、今回ですね、具体的に量子コンピューターを、まあ、実際に投げるっていうところで、まあ、どういった風に使っていけばいいかっていうところを、まあ、ちょっと簡単に紹介をしたいと思います。でですね、まあ、こちらうちの会社のbluecat.com っていうですね、ページなんですけど、例えば2021年の4月の16日とかっていうのは、まあ、DAVE と呼ばれる、カナダにあるですね、量子アニーダーっていうかですね、まあ、量子コンピューターの一種なんですけど、に、計算を投げるという風な、まあ、実例を出しています。で、bluecat.com からですね、量子コンピューターに実際に投げるのは、まあ結構簡単で、これですね、別に bluecat クラウドなくてもできて、まずログインします。で、ログインをすると、まあ、どうなるかっていうと、まあ、こういうふうにですね、自分のアカウントのですね、API キーってところに押すと、どれだけですね、量子コンピューターが使えるかっていうところが、まあ、ここにですね、まあ、表示がされます。それがですね、残タスク、残クレジット量に応じて、まあ、量子コンピューターが使えると。これ例えば100クレジットですね。書いてあるんですけど、この API エンドポイント、ここにですね、量子コンピューター投げる、命令を投げて、その時にですね、パスワードみたいなのが必要なので、キーをですね、ここに取得してやるんですけど、まあ、例題がちょこちょこ載っています。で、まだ例題載っけてないやつもあって、実は、そのカナダの DAV にですね、投げるっていう例題は、もうすでにブログ載ってたんですけど、今ですね、DAV 以外に、まず一つ、アメリカのリゲッティっていうですね、マシンがあります。これ IBM にちょっと似たマシンなんですけど、まあ、本人も IBM からですね、スピンアウトしたということで、ベンチャー企業ですね、シリコンバレーで、まあ、量子コンピューターのベンチャー企業のハードウェアを提供しています。リゲッティですね。で、ここのリゲッティを使った、計算っていうのを、まあ、ちょっと紹介してみました。で、前回ですね、V1 っていうバージョン1のクラウドシステムだったんですけど、早くもリゲッティはですね、バージョン2になってまして、ちょっと DAV はですね、バージョン1に投げてたんですけど、リゲッティはバージョン2を使うことによって、まあ、利用ができます。で、ここの特徴はですね、ブルーキャットでクレジットで管理してるんで、まあ、クレジットの上限をですね、設定してあるんで、まあ、それ以上は計算進まないですね。かつ、ストアでクレジット買えるんで、1万クレジット、まあ、今は540円ですかね、今日の段階だと、ぐらいの、まあ、ちょっと変動制にしてるんですけど、利用料とですね、為替によって結構値段変えてるんですけど、今1万クレジットで大体540円ぐらい、結構リーズナブルじゃない
ですかね。なんで、まあ、1万円クレジットクーポンを使っていただくか、購入していただくと、まあ、すぐに使うことができます。で、今回のエンドポイントはですね、V2 というですね、ちょっと新しいエンドポイントになってて、まあ、投げるのはですね、何を投げればいいかっていうと、サーキットっていうですね、量子回路と呼ばれるものを自分でプログラムをして作ります。で、それをですね、投げるんですけど、まあ、今回はリゲッティのアスペン9っていうですね、マシン、31量子ビットマシンですね、に投げます。量子コンピューターはですね、確率的に答えが出るんで、複数回計算をする必要があります。なので、ショットといって何回同じ計算をしますかっていうですね、パラメータを投げるんですけど、今回はちょっと少なめで10にしてみました。で、あとですね、これはちょっと特徴的というかですね、センドイーメールといって、このですね、量子コンピューターはまだ世界中で台数が少なくて混み合っていることがあります。なので、混み合っている場合には、こう列に待って並ばなきゃいけないんですけど、いつ終わるかわかんないと、計算のしようもないということで、まあ、今回ですね、計算ができたり、計算が終わったりしたら、自分のメールの方に、このステータスがアップデートされるようなですね、API を用意しましたので、これを使ってもらえると、量子コンピューターで計算投げた後に、終わったらですね、メールでお知らせしてくれるというふうになっています。で、これがですね、全部情報としてまとめて投げるということで、これはブログに細かく答えたので、概要欄にリンク載せますけど、できます。で、これでタスクといって、計算が投げられるんですけど、まあ、やってみたんですけど、リゲッティはですね、結構すぐに答えが返ってきます。で、リアルタイムではないですね。なんで、ジョブと投げて、ちょっとしたら、多分数分もかかんないと思います。そのですね、投げた時に ID が割り振られるんで、その ID を保存しておきます。で、その ID を使って、じゃあ答えどうなりましたかって問い合わせをします。で、今回ですね、そこの仕組みをきちんと作ってやってみたところ、すっごい簡単なもつれ回路という回路で、答えは00か11が出るという回路なんですけど、まあ見事ですね、10回計算すると、00が1、2、3、4、5、6、7、7回。で、11が2回。で、この01っていうのはこれ間違いなんですよね。量子コンピューターまだエラーが多いので間違いなんですけど、01がエラーが1回ということで、まあ程よい感じで間違いながら計算が終わっているということですね。簡単なですね、単純なもつれ回路なんで、まあ、ある程度これは非常に優秀なんじゃないかなと思います。これはですね、面白くないんで、まあ、もうちょっと長い回路で。で、今回作ってみたらですね、ちょっと長めなんですけど、ちょっともですね、前回10回をこれ100回にしてみました。で、かつですね、ちょっとメールいっぱい来るとめんどくさいんで、メールはね、まあ、リゲッティの場合は結構早く問題が戻ってくるんで、まあ、そのメール不要かなということで、アスピン9の方に、この人はトポリゲートと呼ばれるですね、CCX 回路っていうのをですね、自分で作ってやってみました。で、CCX っていうのは、コントロールビット、そしてターゲットビットっていうのがあるんですけど、コントロールビットが2個あって、ターゲットビットが1個ですね。で、コントロールビットが両方1の時に、ターゲットビットを今ひっくり返すというゲートになっています。で、これですね、中身実は3量子ビットゲートっていうのは、2量子ビットゲートと1量子ビットゲートで書き直す必要があって、今回は、まあ、H、C ノット、T ダガー、C ノット、T、C ノット、T ダガー、C ノット、T、T、H、スワップ C ノット、T ダガー、T、C ノットというふうにして、ちょっと長い回路なんですけど、これですね、自力で作って投げてみました。じゃあこれをですね、早速投げたんですけど、じゃあ答えどうなりますかっていうところで、まあ、ちょっと改造してみると、一番たくさん答えが出たのが、星111って答えですね。これは CC ノット、CCX ゲートで合ってます、これで。答えがですね、111が正解なんですけど、例えば2番目に多いのが101、16回。111は31回出てます。これいいんですけど、101で16回。あとは100が14回。110が14回って言って、これはね、間違いなんですけど、間違えることも結構あります。あと010が5回とか、011が6回とか、001が8回とか、000が6回とかって言って、まあ、まんべんなく間違えてる感じですね。なんですけど、まあ一応ですね、一番大正解である111っていうのが31回ということで、まあ、トポリゲートは1回ですね。計算できたということで、まあ、これなんですね。まあ、ほどほどいいんじゃないかな、という感じがします。で、結構ですね、リゲッティの場合は、接続が特殊な接続してるんで、近隣の接続をですね、うまく活用しながら、まあ、こういったですね、解きたい問題を、まあ、実装していくということをしてもらえれば、まあ、結構面白いんで、これお試しですね。かつですね、リゲッティはですね、値段が安いです。なんで、ブルキャットクレジットだと、2クレジットでワンショット打てるんで、まあ、100回計算とかだと、200クレジットですね。200クレジットだと、まあ、そんな値段かかんないと。で、まあ、ちょっとクーポンでお試しくらいでやったのがいいのかなと思います。で、次にですね、あとは IonQ ですね。
これですね、IonQ、実は、土日は休みで、平日のですね、アメリカ時間の一定の時間しか動いてないんですけど、まあ最近ですね、時間外では投げても、計算通っちゃうことあるんで、まあ、こっそり計算してるんですけど、まあ戻っていきます。今回 V2、リエティと同じ V2 っていう API を使って計算投げるんですけど、まあ、今回はですね、同じ問題を投げてみました。これはですね、もつれ回路し、H0CX01 というふうにして、もつれ回路っていうのを投げてみました。で、あとはですね、デバイスは IonQ デバイス。で、ショットも10にしてみました。これを計算してみると、IonQ はですね、動作の時間っていうのは安定しなくて、リゲッティほどは早く帰ってこないですね。数分で帰ってくることもあれば、数時間かかることもあって、まあ、正直全く読めません。なので、ここはですね、IonQ は、まあ、プログラムを組みながら、ちょっと気長に待つしかなくて、まあ、ちょっと工夫する必要があるかなと思います。で、この場合はですね、計算はですね、ちょっとリゲッティと計算結果の出方が違います。リゲッティはですね、配列に001とかって配列がガーンって出てくるんですけど、IonQ の場合は、このメジャーメントプロバビリティって言って、どれが何パーセント出たっていうパーセンテージで出てきます。なんで、表示の仕方がショットに限らずですね、結構シンプルで、さっきリゲッティに関しては00とか11とかっていうのが、こう、配列でバラバラ出てきたんですけど、今回ですね、00のバイナリーですか、0.4。11が 0.6 ということで確率計算ですね。なんで11が 60% 出て、00が 0.4% 出ましたということは、これ10ショットってで、まあ、00が4回、11が6回出ましたという意味になっています。で、これも時間外なんで、本当に動いてたらちょっと怪しいですけど、まあ土日意外と早くできたかなということで、まあ2時間半かかる計算もあれば5分ぐらいで終わるものがあって、こんなのはですね、ちょっと5分ぐらいで終わってました。で、こんなですね、リゲッティと同じ、今度トポリゲートをやってみます。これ CCX ゲートですね。で、今回はリゲッティと同じで、まあ、ショットをですね、100回にしてみました。そして、まあ、メールもですね、来るとめんどくさいんで、センドイメールがフォルスをして、まあ、計算をしてみます。で、計算ですね、今回やっぱ結局結構早く終わったんで、カウントしてみると、まあ、今度はですね、例えば010が 0.01、110が 0.04、で、001が 0.02、101が 0.09、011が 0.06、で、111が 0.78 ということで、まあ、今回はですね、結構、成績いいですよね。リゲッティだと111がですね、だいたい100ショットって30何回っていうことは、まあ、正答率 30% ぐらいだったんですけど、IonQ の場合は 0.78 で出てるんで、まあ、正答率がですね、約倍、2.5 倍ぐらいですかね。78% ぐらいですね、正答率で、まあ、あとはちょっと交差ぐらいなので、1回とか4回とか2回とか9回とか6回っていうんで、まあ、ちょっとばらつきが出てるっていう感じになってます。で、まあ、この辺はですね、ゲートのカウントの仕方がちょっと違うのと、あと精度もちょっと違うんですけど、まあ、正直ですね、IonQ、これめちゃくちゃ値段高いんで、だいたいリゲッティのですね、25倍ぐらいの値段だったんです。なんで、IonQ1 ショット打つと、リゲッティ25ショット打てちゃうんで、IonQ はですね、基本的に値段がめちゃくちゃ高いです。で、その代わりですね、精度が高いというふうな話になってます。これはですね、たくさんお金を稼がないと使えないマシンということで、実はですね、世界ではですね、この IonQ よりもさらに値段が高いマシンというのが存在するんで、基本的にですね、最新鋭のイオントラップマシンと呼ばれるマシンは、めちゃくちゃ値段が高いんで、この点ですね、やっぱ最先端を行くには、まあ、それなりのお金がかかるという覚悟は必要なんじゃないかなと思いますけど、まあ、今回ですね、1万クレジットクーポン使えば、この IonQ の最新型であっても、200ショットですね、に関しては、まあ、無料でできます。で、ただこれ、多分、ちょっと少しですね、この例題のショット数変えないと、100ショットって言うと100回1回計算使っちゃうんで、1万クレジットあっても100ショットで設定しちゃうと、これ2回しか計算できなくなっちゃうんで、例えばショット数を10に減らすとか、工夫して IoQ を使っていただければいいかなと思います。で、こんな感じですね。やっぱ実機使うと面白いですよね。で、なかなか計算できないっていうところが、まあちょっとなんかこう、いいっすよね。手間がかかる感じがいい感じがするんで、こうまともに精度のいい計算をしたいっていう場合には、まあなかなか苦労することがあるんですけど、まあ量子コンピューターが好きで、まあ量子計算が好きで、実機の量子コンピューターで量子計算を実行するってところに、まあ楽しみを覚えられるような人は、こんなの使ってると本当にもう楽しいんじゃないかなと思いますし、まあブルキャットクラウドのインターフェースすごいよくできてるし、クレジットもですね、上限があって、クーポンのお金もかからないんで、まあぜひですね、時間があって、まあ量子コンピューターの実機、かつ、まあ、最先端のマシンに触れてみたいっていう方は、使ってみてもいいんじゃないかなと。で、今後はですね、マシンとしては今、D-Wave、IonQ、リゲッティというのが実装されていて、多分これが今のところ、まあ非常にバランスがいいんですよね。アニーリングタイプと呼ばれる D-Wave と、あとゲートタイプと呼ばれるリゲッティ
そして、その2つの値段よりもはるか高いんですけど、まあ、最先端といわれる Ion Q のマシンが使えて、あと世界中でですね、多分気になるマシンとしては、まあ、IBM のマシンですとか、あと Google のシカモアプロセッサーですとか、あとはまあ、ハネウェルのですね、H1 というモデルだと思うんですけど、まあ、Google はですね、夏頃に実機の提供という Google クラウドプラットフォームですね、をアナウンスしてますし、IBM はすでに使えるんですけど、まあ、実機に関してはちょっとまだ IBM は、一般の人はですね、使うのにちょっとハードルが高いんで、ハネウェルのですね、今後はマイクロソフト Azure というところで H1 出るんですけど、多分月額のサブスクリプションモデルということで、ね、お値段がですね、ちょっとやっぱ一般の人はですね、取り掛かりづらいということがあるんで、まあ、最先端のマシンを使うという機会に関して言うと、このアマゾンですね、と、あとブルーキャットクラウドを使っていただくか、あと今年夏に出る Google クラウドプラットフォーム上のシカモアというですね、最新プロセッサーを使うというのが、まあ、一番いいんじゃないかなということで、ぜひですね、プログラムに取り掛かって、まあ、準備をしていただきたいと思います。で、みんなで頑張りましょう。じゃあ今回は以上です。